俺は思うけどね、今ね、ある月300万以上稼いでる男の人がおったんですわ。ヤフーで偶然発見して、偶然が多いですわ。だから毎日見てください。そんな工場はいいけど、こんだけあるんですよ。ほいで、ブログでもね、100種類ぐらいあるんだけど、意外と知らない。ほいで、今ね、ID、パスワード、確かにそこにあるんですわ。だけど、ノートが出てこんからね、これで10ページ目ぐらいか。違うかな。だからここ今まとめてますわ、これにして。で、今度はね、ちょっと本格的やからね、見たらわかるでしょ、行動。ほいで、なかなかやれない人間。ほいで、なかなかね、クルーズブログとかの、カラメールとかなんかやゆかしで一つも見られないとこね、これね、悪いけどね、普通やめますわ。わしわかりますわ。ほいでね、300万稼いでる人、おしもヤフーに年間5000万以上稼ぐことになってるからね、なんとかな、従業員雇ってね、100人か1000人、1万人で、そういう企画あるからね、俺がチャンピオンになるけども、ちょっと普通稼げませんわ、ヤフーも乗りますわ、私は。あ、そういえば、容器あったな、インフォシークとか。あ、そっちのちょっと見と。以上以上。いろんなこと知ってるでしょ？皆さん、ちょっと普通は100万人1人、新聞に出るのは、以上。富田勝成持った、以上。1000万ですよ、月。14の時、恐れられて、以上。